間でロックオンです。これでもう3位に上がりましたか。今正面玄関の前を通過、モハメド・ファラー現在第4位、現在エルマン・メスの乗り込む、ものすごいスピード、これが坂に見えない、あっという間にまるで平坦な道を行くようにモハメド・ファラーが行く。そして先頭の森脇さんも見えました、森脇トップ、その後ろにモハメド・ファラー、オリンピック2大会連続連覇達成、現役の金メダリストの走り、表情が本当に真剣ですよ、これもうすごい全力です。2016年リオで2冠達成、2連覇2冠という偉業を達成したモハメド・ファラー、最高の走りをこの赤坂5丁目で見せてくれた、よくこの街に来てくれたモハメド・ファラー、第1位、赤坂の夜も制したモハメド・ファラー1着、森脇健児第2位、猫ひろし第3位、そして第4位